田忠勝、井伊直虎、井伊直政。彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。困惑する徳川の精鋭たち、そこに中国の三国時代の鬼神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼らは新たな敵と遭遇する。あ、誰かいるみたいです。うん、戦の準備を進めているようですね。あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感をしますが、どうします？黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。大将に直接話を聞くとしましょう。彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。
ことが多い。まあ、先に進みましょう。できそう。まだできることがありそうです。試してみますか。これぞ無双。海王が槍にかけ、来たる。すごいです。もうその武器を使いこなしているんですね。者ども、突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。義の戦法侮れませんね。私たちもすぐに出陣の準備。義の戦法だな。思ったより少ない。油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。私の知力が破れようとは。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。ですが、義の撹乱部隊にしてはどうも様子が変です。
義勇か、孫賢様のもとへは行かせぬ。堂々と異常符だ。戦すのと互角か、それ以上観察している場合ではないのだ。我らはその孫賢殿に用がある。押し通るぞ。私が相手で不服かな。敵ながら見事ですね。ですが義にあんな将はいたでしょうか。奥義押し通る。策の練り直しだ。俺が天下無双か。当然だな。無茶はしないわ。あなたがこの軍の指揮
を取っている方ですか？彼らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉、信じるとだ。ナオマサ、生産！確かに義軍には見える。話を聞こう。私は孫厨房、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け、迎撃に出たところ、妙な霧に包まれてな。ようやく晴れたと思ったら、お前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中、霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし、孫厨房、孫権だと。それに、孫権、孫権。あなたの話が本当だとすれば、俺たちは生きる時代も場所も違うはずだ。それは妙だな。どういうことでしょう。異なる時代場所の人間が同じ場所に集うなど本来ありえません。しかし今それが起こっている。私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。だが原因も事情も全く見えぬ。まさに霧の中をさまようがごとくだ。話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬ。これよりは協力して事態の解明に当たらぬか。願ってもない申し出だ。よろしく頼む、孫権殿。陸白煙、全力で戦いましょう。孫厨房、この天下を新たなものとせん。帝昌炎、愛しき風景を胸に描き戦わん。戦うことでしか守れないものがあるなら。この守義法こそが時代を照らす炎だ。
偵察に出していた兵が戻った。この先で村が襲われているらしい。なんと、一体誰がそのような真似を。トウタク、かつて我々の世界で欲望のままに生き、残酷に人々を踏みにじった暴君です。トウタクは民を巻き込むのも気にせず村で略奪を働いている様子、急いで止めなくては。ならば同行させてもらいたい。暴君が相手とあらば、拙者の部が何かの役に立つこともあろう。ああ、忠勝が来てくれるならば心強い。だが妙だな、以前にもこうして共に戦ったような気が。どうも初めて会った気がせぬな。奇妙なものよ。先ほどの妙な武器、使えば人知を超えた力を発揮できるようですね。この先の戦いでも役立つかもしれません。そうですね、ナーマさん。他にもいろいろな武器が手に入ったし、確認してきちんと備えておかないと。戦いはどんどん激しくなってきてますね。その分仲間も増えてるのはありがたいですが。ああ、そうだな。今後に備えるためにも皆の様子に気を配り、それぞれの力を伸ばしていきたいものだ。最善の結果だな。あ、いい感じです。俺は執着。殿、少しいいかしら。あなたは蓮氏殿でしたね。一体何でしょうか。頬のあたりに小さいけれどかすり傷があるわ。化膿するといけないから、よかったらこの塗り薬を使って。ありがとうございます。こんな小さな傷、よく気がつきましたね。姫様や孫賢様、無茶する人をそばで見てきたから、つい無事か確かめる癖がついてしまったの。でも出会ったばかりの人にいきなりごめんなさい。謝るようなことではありません。お気遣いありがたくいただきます。よかった。これからよろしくね、直政殿。
リクソンさんはリク家の当主なんですよね。ええ、ナオトラ殿もイー家を守っているのでしたね。いろいろ気苦労も多いでしょう。そんな私なんて至らぬところばかりで、リクソンさんのようにきちんとできなくてお恥ずかしい限りです。私など若輩者、まだまだ学ぶことばかりです。それにナオトラ殿は十分立派に務められていると思いますが。とんでもないです。立派だなんて、そんな、私もっともっと頑張らないと。家のため、そして主君のためにさらに力をつけたい、その気持ちは痛いほどよくわかります。私たちは似た者同士なのかもしれませんね。これからどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。レンシさんってすごいですよね。強いし優しいし美人だし、非の打ちどころがありません。それに比べて私はいい家同士としては頼りないし、息子の方がしっかりしてるし。ナオトラ殿、そんな風に言わないで。あなただって強くて綺麗でとても魅力的だわ。でもレンシさんみたいに完璧じゃないし。まあ、私が完璧だなんてそんなことはないわ。弱点だってたくさんあるもの。え、本当ですか？ぜひ教えてください。そうね、もう少し仲良くなったら特別に教えるわ。はあ、うまくはぐらかされちゃいました。